ロードアイランドスクール・オブ・デザインはアメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンスの美術大学。各種ランキングでアメリカ最高の美大として位置づけられている。1877年、カレッジヒルに創立される。RISD のキャンパスに隣接して IB リーグの一つ、ブラウン大学がある。両大学は社会的、学術的、 地域的リソースを共有しており、共同コースも提供している。RISD は受験者にデッサンを2枚提出する、ホームテストを課すことで有名であり、そのうち1枚は RISD のトレードマークである自転車のデッサンである。約350名の教員、学芸員と400名の職員がいる。八百八十名の学部生と百七十名の大学院生が所属しており、 全米各地と世界50の国から学生が集まっている。学部レベルで16の専攻、大学院レベルで17の専攻を提供している。RISD は全米美術大学協会のメンバーである。不設の RISD 美術館では8万点以上の美術作品を所蔵している。1877年創立。 19世紀末に向けてのアメリカ合衆国での万国、博来海ブームは、美術学校、美術館設立の機運を大きく高めたが、シカゴ美術館やボストン美術館などと同様、その流れの中で設立されている。いずれの機関も美術館と美術学校の一体的な設立、運営を特徴とする。RISD の創立に際しては、バニスターやウィテカーなどのプロビデンス在住の画家、 愛好家から人的、物的な支援を多く受けている。特に、プロビデンスアートクラブとは、互いの創々期の歴史を多く共有している。創立時は、テキスタイルの学校として始まり、女生徒が、創立時より、その発展を担っていた。20世紀に入り、ホーマー学長の元規模を拡大し、今日の流星の基礎が出来上がる。学生数は、約2300人。 19種類の専攻分野がある。RISD のキャンパス地図は、塀の中ではなく、学校の建物と街とが調和するユニークなキャンパスである。このキャンパス内には、寮、食堂、教室、購買部等以外にも、美術館、図書館や自然のオブジェや生き物を描写できるネイチャーラボがある。IB リーグの一つ、ブラウン大学とは隣接し、 クラブやイベントを通しての交流も深く、追加授業料なしでお互い受講できるクラスも多い。アメリカ合衆国の美術大学の中では、受験倍率が最も高い大学の一つであり、美大のハーバードと呼ばれる。4年生学部、写真、イラストレーション、映像及びアニメーション、彫刻、ガラス、陶芸、金工、ファニチャー、服飾、テキスタイル、建築、 インテリアインダストリアルデザイングラフィックデザインと多様である。学院の交差が見られる。大学院は US ニュースワールドレポートなどの MFA ランキングでシカゴ美術館付属美術大学、イエール大学などと例年1位を競い合っている。また2016年 QS ワールドユニバーシティランキングスのアートデザイン部門では世界3位にランクされた。また、 ビジネスインサイダー誌の世界デザインスクールランキング25では1位にランクされている。美術専門の大学でありながら、一般教養科目にも力を入れているのも、早々期からの伝統である。また、大学の美術館は、ボストン美術館同様に膨大な日本美術の一品コレクションを誇り、歌川国吉の浮世絵等も多数有している。 RISD のコンセントレーションは学位を授与しない特定テーマ研究プログラムである他の学校における副専攻のような扱いであり選択した分野での科目を履修することが求められる卒業式スピーチありがとうございます